レーショニス・スポルト・クルブは、ポルトガル・マトシニオスに、本拠地を置く総合スポーツクラブである。サッカー、ボクシング、空手、バレーボール、水泳、ビリヤード部門を所有している。1907年11月28日創設。1960年代から1970年代に、かけて、トップディビジョンに定着していた。 1960から61シーズンの達者でポルトガルでは決勝で FC ポルトを2から連営で下して優勝した。1961から62シーズンの UEFA カップウィナーズカップでは準々決勝に進んだ。1962から63シーズンには現時点でのクラブ史上最高順位の5位でシーズンを終えた。 1977年に2部リーグに降格。2001から02シーズンは3部リーグ所属ながら達者でポルトガルに勝ち進み、決勝でスポルティングクルーベでポルトガルに1から0で敗れた。これによって3部リーグ所属ながら2002から03シーズンは UEFA カップにも出場した。 2006から07シーズンに2部リーグに優勝して、2007から08シーズンに再びトップディビジョンに復帰した。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。MFFW。ありがとうございます。